はい、お疲れ様です。東区ワンでございます。はい、今回はですね、リンネル10月号で、デイリーラチットの厚手キャンパス大型トートの紹介になります。はい、はい、じゃん。はい、こういう感じです。はい、はい、こちらデイリーラチットの、ね、ロゴがついております。こういう感じです。はい、とこちら、そうですね、裏には特に何もございません。と中がですね、こういう感じになってます。と内ポケットが一つございます。はい、とあとそうですね、マチ付きになってますので、立てた時にそうですね、こう安定します。はい、とあと大きさなんですが、大体、リンネルがこうありますと、そうですね、横にすっぽり入ります。縦ですとそうです、ちょっと出ちゃいますね。はい、であとこちらのバッグなんですが、どれぐらい入るかと言いますと、いつものじゃあペットボトルの比較をやってみたいと思います。まず1本、2本、3本、4本、5本、6本、7本、8本、9本、10本。そうです、10本入りますね。ちゃんとボタンもパチンと、はい、こういう感じです。はい、そうですね、こういう感じで、だいたいペットボトル10本ぐらい入ります。はい、あとですね、こちら持ち手の部分がちょっと長めになってますので、もちろん肩掛けもバッチリです。はい、いつも最後まで見ていただいてありがとうございます。